こんにちは、平石紗友子です風かおる爽やかな5月ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうかさて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹今回は5月12日の民生児童委員の日にちなみ地域の身近な相談相手である三鷹市の民生児童委員について取り上げます また後半では太宰治文学サロンで開催中の企画展示太宰治の愛の言葉の話題も合わせてご紹介します清原市長の一言コーナーともどもどうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいそれではまず初めに地域の身近な相談相手として活動している民生児童委員についてです大正七年に 民生委員制度が東京都で始まってから今年でちょうど100周年を迎えます大正6年に岡山県が設置した困窮者を救済する再生顧問制度を始まりとするこの制度は厚生労働省から委託を受けた民生児童委員と呼ばれる福祉ボランティアが地域の人たちのさまざまな相談に対応するもの日本全国でおよそ23万人 三鷹市でも113人の委員がおり、日々の暮らしや子育てなど、さまざまな相談にきめ細かく対応しています。今回は、そうした民生児童員制度について、地域福祉課の野々垣課長にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。 民生児童委員さんといえば日々の暮らしに関わるさまざまな相談に乗ってくださる身近で頼れる存在というイメージがありますが東京都の民生委員制度が誕生して今年でちょうど100周年ということで、はい、とても歴史のある制度なんですね。はいえー、民生委員制度の原型は先ほどお話しいただいたように再生顧問制度という制度で これは日本の社会がまだまだ貧しく日々の暮らしに困っている方がたくさんいた時代にそうした方たちの生活を社会福祉の面から助けようと、まあ、市町村の有力者が中心となって相談や救済活動仕事のあっせんなどを行ったのがこのの制度の始まりです。はい、初めは生活に困窮している人たちへの支援が主な活動だったのですが世の中の変化とともに活動も役割もだんだんと変化してきました。 そして、少子長寿化が進む現在では高齢者や障害のある方の相談やサポートはもちろんのこと児童福祉法に基づいて民生委員が児童委員を兼務することで子どもたちの登下校時の見守り活動といった子どもや子育て家庭の支援にも取り組んでいます。はい なるほど。時代とともに制度の目的も、そして委員の方々の役割や活動内容もどんどん広がりつつあるんですね。はい。民生児童委員には担当地区があり、それぞれの地区で、 長年活動を行っています例えば近くのお年寄りの姿を最近見かけないので心配と聞けば様子を見に行ったり引っ越してきたばかりでこの町のことがまだよく分からなくてという方には地域の情報を提供したり交流会にお誘いしたりときめ細やかな活動を行っています。はい、もちろんご自身のことだけではなくご近所やお知り合いの方の悩み事でもお気軽にご相談いただければと思います。 そして、最近注目を集めている活動の一つが乳児のいらっしゃるるご家庭を全顧訪問する活動ですこれは「こんにちは赤ちゃん事業」といって市の依頼を受けたミッセージ同員が生後4ヶ月までの赤ちゃんがいる全ての家庭を訪問し誕生のお祝いに絵本をプレゼントするとともに。 子育て中の不安や悩みを聞いたり地域の子育て施設やサービスなどの情報提供を行ううものですうんそうなんですすそなんね確かに出産後の時期というのはいろいろと不安や心配事があるだけにそんな時に民生児童院さんに訪ねていただけるというのはとても心強いですよ絵、ねはい、本のプレゼントは皆さんとても喜んでいただいてますが、まあ、この訪問は出産をきっかけに環境が大きく変化したお母さんたちに、はい、まあ困ったことがあったら 相談できる身近な方が近くにいるということを知ってもらうためにあるこの訪問をきっかけにぜひお気軽にご相談いただければと思います。はい また三鷹市には社会福祉協議会が行っておりますほのぼのネットという活動があります。まあ、この活動も民生児童委員の方々が中心になって主にあま高齢者の方を対象に地域での見守り活動やふれあい活動を行っていただいています。はい。民生児童委員さんというのは子育て中の方にとっても高齢者の方にとっても、はいざという時にとても頼りになる存在と言えそうですね。はい ということで先日民生児童院さんの三人の方々にお話を伺ってきましたのでご覧ください皆さんこんにちは民生児童院の塩川でございます最近は各家族化や地域とのつながりが希薄となり身近に相談できる人がいないという方が増えてきておりますそんな時ぜひ思い出していただきたいのが私たち 民生児童員です私たちは皆様のお近くにおりますお気軽にお声かけくださればと思っておりますお役に立てることを願っております赤ちゃんやお子さんのいらっしゃる家庭では育児の問題お年寄り高齢者のいらっしゃる家庭では介護や認知症の問題があると思います えー、皆さんそれぞれの問題を抱えていらっしゃると思いますが、えー、最近ではあの公的な相談窓口というのがいろんなところにできています。えー、民生委員はあの皆さんとそういうあの公的な相談機関との窓口あのパイプ役として、えー、の役割であります、えー。お気軽にご相談いただければと思います。やはり子育てに悩んでいる。 困っってていいいるる方が多くなっているように思います私もこれまで子育てをしてまいりましたしまた「こんにちは赤ちゃん訪問」や「子育てサロン」に携わってきましたのでそのような経験が皆様のお役に立てればと思いつつ今日も活動しております。是非ご相談ください 民生児童員さんの方々というとなんとなく貫禄があって威厳のある方を想像していましたが皆さんとってもにこやかで優しそうで何でも相談できそうな雰囲気ですね、はい、地域で活動している人生の先輩たちといったイメージですので、はい、お気軽にご相談いただければと思いますご相談の内容によっては例えば地域包括支援センターや 子ども家庭支援センターなど、ま専門機関や施設をご紹介したり、行政による支援につなげる橋渡しもいたします。ま、はい、民生児童委員には守秘義務があり、相談内容や個人情報は固くお守りいたします。お住まいの地区の担当員さんを知りたいときには、市役所の地域福祉課にお問い合わせいただければご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。はい。 やはり直接お会いしてのご相談というのが一番安心できますからね,ねデジタルな時代だからこその民生児童委員制度とも言えそうですね、はい、今日はいろいろとありがとうございましたこちらこそありがとうございました民生児童委員の日頃の活動の様子を紹介するパネル展が5月から7月にかけ市内の各コミュニティセンターなどで巡回開催されます 詳しいお問い合わせは地域福祉課へどうぞそれでは続いて太宰治文学サロンで開催中の企画展示太宰治の愛の言葉についてのご紹介です詩ゆかりの小説家太宰治は破滅型の詩小説作家あるいは戦後ブライ派作家というイメージがありますが彼の作品の中にはそんなイメージとは裏腹に 読む人を勇気づける温かな言葉がたくさんつづられています今回の企画展示では今なお愛され続けている太宰作品の中から文学サロンの学芸員が厳選した読者への心尽くしの言葉をポップなディスプレイで紹介しています太宰治は生涯で約150作の作品を残しています本展ではそのうち 三鷹時代にに発表された作作品品をを中心に10編の作品をご紹介しています例えば「少なくとも恋愛はチャンスではないと思う私はそれを医師だと思う」昭和21年に発表された「チャンス」では太宰の恋愛観が感じられますまた昭和14年に発表された「歌唱」では「人生の出発は常に甘いまず試みよ」 8曲の次にも、「春は来る。」といった、私たち読者を勇気づけるような前向きな言葉をたくさん残しています。この展示をご覧いただいて、皆様の太宰の好きな愛の言葉を見つけてみてはいかがでしょうか。文学サロンでは、来場者に太宰作品の中からお気に入りの言葉を選んでもらうアンケートを行っており、今後、この内容を順次展示していく予定です。 太宰治文学サロン企画展示。太宰治の愛の言葉は。9月17日までの日程で開催されています。お気軽においでください。それでは最後に、清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様、こんにちは。 三鷹市長の清原恵子です4月2日に私は総務大臣の野田聖子さんと対談をさせていただきましたこれは総務省が発行している広報誌総務省に収録される対談ですテーマは役に立つ統計変わりゆく統計というものでした統計というのは私たちが 市民の皆様のために政策を考えそしてそれを適切に実行していくために欠かせないものです出生率など人口に関するものは基本ですがさらに商工業や農業あるいは暮らしの実態を調べる家計調査労働力調査など国も都道府県も市町村も大切な 統計をを調べそそしててての数字にに基づいて適切に政策を進めています野田大臣も議員立法として発達障害者支援法を作るとき統計がないことでお困りになったようですが逆に発達障害者支援法が平成16年に成立し17年に施行する中で発達障害者の問題がしっかりと把握でき さらに適切な支援が進んだと話されていました三鷹市でも何よりも市民の皆様の暮らしの実態を適切に把握するために統計を大切にしています例えば基本計画を策定したり改定するときには若手職員による論点データ集も編集し市民の皆様とご一緒に そのデータに基づいて他市の比較あるいは前と今との違いなどを把握しながら適切な政策を作り上げています。皆様も統計についてご注目ください。そして国勢調査やさまざまな調査の調査員を市民の皆様にお願いすることがございます。市民の視点に立って 大切な暮らしの実態を調べ、そして政策に結びつける統計調査員のお仕事にも関わっていただければ幸いです。それでは皆さん、これからも市民の皆様の暮らしをきちんと把握した正確な統計に基づいて三鷹市政を進めてまいります。爽やかな5月、皆様どうぞ健やかに お過ごしくださいまたお目にかかりますいかがでしたでしょうか今回のみるみる三鷹のにも山にも若葉が茂る新緑の季節となりましたが5月上旬は新茶の出回る時期でもありますほんのりと甘い新茶の味はこの時期ならではの楽しみですねそれではまた次回のみるみる三鷹をどうぞお楽しみに